どうも皆さんこんにちは、花ちゃんです。今回はね、東京駅に新しくできたね、新スポット的なね、なんか鉄分多めのなんか新しい専門店街ができたらしいんで、そこにちょっと行ってみたっていう動画です。まあちょっと単発なんですがね、単発ですけど、まあナレーションはもう全部完璧に入れておきましたので、ぜひご覧、最後までご視聴ください。もし撮影禁止とか言われてしまったら、まあ撮影その部分だけはカットさせていただくとして、その部分はできるだけ載せようと思っております。まあ記事とかでしてたんで、多分全部見れると思うんで大丈夫だと思います。チーズもの今ちょっと調べてるんですがね、なんか引退した700系のなんかものもなんか使ってるみたいなんでね、ちょっと期待値が高まりますがね、大丈夫だと思います。多分期待値で上げてもいいと思うんですよね。ということで今回は東京駅の新しい新鉄道スポットに向かっていきたいと思います。そしてレビューもしてみたいと思います。では行ってきましょう。どうやら、日本橋口エリアの隣にあるみたいなんで、そこまでちょっと行ってるんですが、これ何階だここ?何階だここは、ここは何階でしょうね。友達から送られていったんですよ、この俺を。ちょっとわからないですね、今のところは。東海道新幹線八重洲北口改札出てすぐって書いてますね。ちょっと東海新幹線行こう。東海道新幹線ってさ、特内パスでさ入れんの？これだけど、これで行けるんですかね。てか今なんでこの時期開業するかなって思うけどね、ちょっと遠いな。それにしてもで、ここが東海道新幹線八重洲口のね、南乗り場ですね。東海道新幹線まだ東京から乗ったことないですよね。東京から乗ったり降りたりしたこと一回もないですよ。東海新幹線まだね、ちゃんと乗ったことないですよ。だから今度乗りたいですね、東海道新幹線とかも。ぜひ乗りたい、乗りたい。八重洲南口まで来てしまいました。どうやら反対側のようですね、あっち側じゃないですね、下口のようです。でもこっち側にはマックあるんだよね。マック、美味しいマックがあるんだよ。ちょっと探しておきましょうね、友達が来るまで。てか改札内にマッカーのも本当にないからね、改札外しかないから悲しいわ。ここが予約した口ですね。ここら辺にあると書いてるんですよね。あ、ありましたね。はい、ここですね、東京ギフトパレット。今回はここがなんか新しくリニューアルしたらしいんでね、ぜひここにね、行ってみたいと思います。多分ここですね、前も同じですね。ちょっと写真撮んないよ、撮ってみよう。こんな感じですかね、こんな感じですかね。まあいいや。ここですね、この道をまっすぐ行けばいいんですね。見た目ただのお土産店街ね、ただの。
400K のなんか再生利用っていうかポートなんですよね、やっぱり。よく見てみるとやなんか少しなんか削れた跡も少しありましたよね。少し削れた跡は見受けられたんじゃないですかね。だからこれは 700K のまあ再利用少なくともまあなんか再利用されたんだなっていう感じはしますね。ここはこの屋根全体も 700K のアルミサイクルのようですね。多分、まあ、何に使ったんだろう、何の部品を再利用したのか私には全く分からないですよね。何を再利用したんだろう。柱は 100% 天井のでも柔らかいアルミ調合金を使用するらしいんですけど、私には分かりませんね。まだ 700K の初心者ってことくらいですかね。今回には東京ギフトパレットを持ってしまうんですよね。まあまあちょっとだけにまあ釣れてるんですがね。こんな感じでギフトパレットを釣れています。以上が東京のギフトパレットの紹介でした。これで全てやっていいのかも私には全く分からないけど、まあ、秘めちゃっていいのかもしれません。秘めちゃっていいかもしれないね。まあ、ゆっくりこの動画、脱ランキの動画と思ってくれれば本当は嬉しいなって思います。こういう風にね、廃材がね、ちゃんとうまく再利用されてるのはすごくいいことなんでね。ぜひね、皆さんもね、あの小さなゴミも、なんか工夫すればね、また再生される有資源となるのでね。あの、マックのゴミなんですよ、マックゴミは。マックの、あのポネットの紙とかはダメですよ。もうゴミ箱以外に使い道がね、買えませんからね。そういう感じですかね。じゃあ以上です。今回はありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。